ラジオイレブン。はい、始まりました。吉木社長です。よろしくお願いします。ということでね、今日は、普段ラジオイレブン、僕たちラジオイレブンは、瀬尾くんとね、富士咲人くんと、僕で3人でね撮影してるんですけど、今日はちょっとね、一人でやってみようかなということで、別に特に意味はないですけど、一人で、ね、ちょっと撮っているわけなんですけど、前回咲人くんが一人でソロラジオをやって、ね、ちょっといいなって思ってしまって、僕もちょっとねやってみようかなっていう感じで、今やってるんですけど、今日は何をやっていくかと言いますと、僕が結構個人的に気になっている、アルビレックス新潟について、本当にスペイン色強く、アルベルト監督がもともとバルセロナで、やってたっていうのもあると思うんですけど、本当にもうスペイン人っぽいというか、チーム全体としてね、プレーモデルがしっかり整ってて、パスを回してボール保持してっていうサッカーをやってるんで、そのビルドアップとか、ビルドアップから前進かけてについて、ちょっと僕の方で、分析して、こういう特徴があるよねとか、ここがキーだよねっていうのを解説していこうかなと、思いますと。で、僕自身がね、皆さんどういう人かっていうのがいまいち分かってないと思うんですけど、簡単にね紹介させていただくと、大学の監督なんかをやってて、サッカーの指導をしているわけなんですけど、結構スペインに興味があって、でスペインにちょっと行ってた時期っていうのもあって、結構そういう、スペイン系の指導とかも学んでいるよっていう感じで、結構 J リーグに興味があるんでね、そういうのを分析したりしてるんですけど、今日はね、アルビレックスを見ていこうかなというところで。まずですね、本当に、アルビレックスは本当にチーム全体として、一番何がいいかっていうと、こう、相手ありきのプレーモデルになってるんですよね。はい。相手がこう動いたら、ここに動くとか、こう来たら、っていう、想定が常にあって、こうパターンがもちろんあるんですけど、パターンを意識してるんじゃなくて、なぜそのパターンになるのかっていうのを、その裏付けですよねっていうのを理解してるんで、プレスのかけ方をしてこようが、対応できるとっていうのがまず一つの特徴かなと。はい。でビルドアップで、大事なものが何かっていうのをまず最初に言ってしまうと、一つはしっかり相手を見ること。はい。相手との、噛み合わせとか、相手が何枚できてるから、こっちは何枚にするとか。あとは、プレス強度とか、プレスの距離とかを考慮して、どう動くかっていうのがまず一つ。自分たちの、パスの回し方っていうのがあるんですけど、相手をしっかり見ないとダメですよっていうところ。で、もう一個は、イニシアチブ、主導権を握ることですよね、ビルドアップは。どのポイントで主導権を握るかっていうのがかなり大事になってて。で、本当にアルビレックスで言うと、さっき言ったビルドアップは相手ありきだよっていう話は、例えば相手がワントップで守備してきてる時に、後ろで3枚にして回してもあんまり意味ないんですよね。で、僕がね、ちょっと気になったシーンがあって、愛媛戦、アルビレックスの愛媛戦、この試合はゴンサロ・ゴンザレス選手が、出てたんですけど、これ久しぶりですよね、出てたの。はい。怪我明けなのかな、久々に出てっていうところで、ボランチに入ってましたけど、愛媛が結構前から来るというよりはブロックを固めて守備をしてたんですよね。といったところで、ワントップだけで、アルビレックスの、センターバックのラインに、プレスかけてきてる時に、ゴンサロ・ゴンザレス選手が、ちょっとね、左の下に、堀米選手と、本間選手と、千葉選手の間に落ちてくるような動きをしたんですけど、その時にチーム全体が、ゴンサロもっと前もっと前みたいな声があったんですよね。で、それはもう完全に、チーム全体として、
相手がワントップだから3バックの意味ないよねっていうのを認識してるからこその声かけだなっていうのは思いましたね。で、まあ、ビルドアップについてね、ちょっと具体的にね、話していきたいんですけれど、今から。はい。まず一つ、堀米選手のポジショニングですね。まあ、堀米選手、かなりね、いろんなポジションを取ると思うんですけど、まあ、まず、内側を取るとき。内側といっても、偽サイドバックではなくて、本来のサイドバックの位置より、もっと内側。まあ、言うなれば、3バックの左みたいなポジションを取るときですよね。で、その時は、千葉選手が、あえて、真ん中にポジションを取るんですよね。はい。ビルドアップの時に中央にポジションを取って、堀米選手が少し絞るっていうところで、まあ、本間志音選手との、レーンを分ける。本間志音選手が一番サイドに張って、そこの、まあ、堀米選手がちょっと内側に入ることで、まあ、パスコースをまず確保するっていうところですよね。で、まあ、これは結構オーソドックスにできてるなっていう印象があります。で、まあ、もう一個、ここで特徴があるのが、相手の分断を狙ってるんですよね、これって。はい。というのも、堀米選手が低い位置にいることで、相手は誰が出ないといけないかというと、サイドハーフなんですよね、堀米選手のマークは。堀米選手にサイドハーフが出るっていうことは、まあ、要は相手の中盤と、まあ、相手のセンターバックのライン、ディフェンスラインが分断せざるを得ない状況になるんですよね。スペースが空いて、やっぱサイドハーフも出すってことはボランチも間延びしないように連動して出さないといけないですし、まあそこでね、分断が狙えるっていうところで、まあ堀米選手がボールもまあそこで、低い位置にいることで、まあ相手を引き出して、で、まあ千葉選手から谷口選手だにロングボールで、まあ、一個飛ばすようなボールも蹴れるという。まあ、そこもプレーモデルの一つだなっていう。はい。で、谷口選手に出たときは、まあ、星選手とか、まあ、高木義明選手が、もう、近い距離でね、サポートして、っていうのができるんですよね。これも、もうプレーモデルの一つなんで、ロングボールに対してのサポートが早い。谷口選手と星選手の距離が近かったりとか、っていうのがありますよね。だから、谷口選手が孤立しない。うん。完璧ですね、ここは。はい。で、まあもう一つ、藤原選手のポジショニング。藤原選手は結構偽サイドバックで、まあボランチの位置までね、入っていくことが多いんですけど、まあ、この時は、まあ星選手だったりとかが、ワイドに開いて、で、まあ星選手は結構、まあどうなんですかね、僕も本当にずっと見てるわけじゃないんで、星選手がどういう選手っていうのは完全にわかるわけじゃないんですけど、やっぱサイドで、スピード持って、プレーできる選手なのかなっていう印象があって、はい、サイドで、まあ、アイソレーション孤立しても、まあ、大丈夫というか、あえて孤立させて1対1にさせる。で、そこでイニシアチブを握るんですよね。主導権をそこで握って、ね、藤原選手が内側に入ってきて、で星選手への、ね、パスコースが開くんで、星選手がワイドに開いて、で、まあ、そこでボールを受けた時に、まあ、相手との1対1で、まあ、そこでボールが一旦落ち着くと。はい。っていう、まあ、構造かなと思いますと。はい。で、もう一個、まあ、コウ選手の、役割ですよね。コウ選手。彼は、まあ、本当に中盤で、タクト振ってね、もう、完全に起点、攻撃の起点となるようなね、動きをしてますけど、彼が特に意識しているのが、おそらく3人目っていうところだと思うんですよね。で、3人目って何っていう話なんですけど、マークに来た選手が、また例えばいるとするじゃないですか。まあ、プレッシャーに来る選手ですね。で、そのプレッシャーに来る選手が、例えば、マークを捨ててきた場合があるんですよね。で、もともと自分がマークしてた選手を捨てて、プレッシャーに来る場合っていうのがあるんですけど、その時に、まあ、その選手が捨ててきたマークが3人目になるっていうことです。例えば、相手の守備がワントップ、まあ、3トップのような形で来てるときに、まあ、こっちは4バックですから、アルビーは4バックですから、例えば、早川選手と
千葉選手のセンターバックだとしたら、千葉選手が、まあ、早川選手からボール受けて、まあ、相手が一人なんで、ちょっとフリーで運べますよね。で、そういった時に、例えば、相手のサイドハーフ、まあ、ウィング、右のウィングが、千葉選手にサイドからプレッシャーをかけてくるっていう場合は、堀米選手がね、開くんですけど、そういう場合、サイドからボール、堀米選手のマークだった選手が、千葉選手にプレッシャーをかけに行くんで、堀米選手が開くんですけど、やっぱ堀米選手へのコースは切りながら行くんで、千葉選手からは出せないんですよね。はい、そういう時に、ボランチを経由して、コウ選手経由して堀米選手っていう、まあ、ビルドアップ、外し方ができるんですよね。で、コウ選手は、多分特にその、この選手はもともと誰のマークでここに出てきたから、じゃあ今度こいつが空いてるぞっていうところを常に意識して、まあ少ないタッチ数でプレーしてると思うんですよね。はい、だからまあ、まあ素早いスムーズな動きが取れるし、新潟としてもうまく前進ができてると思います。はいはい。で、次ですね。高木選手と本間志音選手が、まあ、なんと言ってもこのチームのキーだなと。はい。で、なぜキーかと言いますと、まあ、最初に言いましたけど、ビルドアップでイニシアチブ握ることが大事だよっていう話なんですけど、高木選手と本間選手は、まずボールキープできるんですよね。これが、本当にすごい。で、まあ、言ったら、川崎フロンターレでなんであそこまでボールが回るかっていうと、特に三笘選手と家永選手がボールキープできるっていうのがでかいんですよね。あの2人がボールを失わない、狭い状況でもボールをキープして、で、まあ、相手からボールを奪われないんで、そこで、まあ、ボールを一旦落ち着かせて他の選手がリポジショニング、もうポジションを変えてもう一回受け直す動きとかサポートとかができるようになるんですよね。で、特に相手陣地でそれができると本当に自分たちのペースになると言いますか、うん、そこで本当に主導権を握れる、ビルドアップにおいて主導権を握れるんで、ここの高木選手と本間選手がボールをキープできる、失わないっていうのが、まあ、一個鍵ですね。はい。で、まあ高木選手とか本間選手とか、あとはまあ2世サイドバックで入ってくる藤原選手、堀米選手などが、クアドラードって言って、まあ、相手のサイドバック、センターバック、ボランチ、サイドハーフの四角形がありますよね。そこの四角形に入ってくるんですよ。で、まあ、スペインでよく言うのはクアドラードに入ってくるともうビルドアップを制するみたいな、クアドラード制するものはビルドアップ制するみたいなのをよく言うんですけど、そこの四角形の間でボール受けるっていうのは一番引きつけるのが効果的なんですよね。で、高木選手とかは本当にずっとそれを狙ってる、うん、ポジショニングがうまいって一言で言うのは簡単なんですけど、まあ一個ハーフスペースっていうような言葉、まあ、使いますけど、まあ、ハーフスペースよりより具体的に考えると、本当にそこの四角形、サイドバック、センターバック、ボランチ、サイドハーフの間に入ってくるっていうのが、まあ、常にできるんですよね。で、そこでボールを受けて相手を引きつけて、またサイドに、ボールを配球するとか、そこで前を向いて、仕掛けるとかっていうのが、まあ、この選手たちができると、まあ、そこが本当に肝ですよね。はい。で、まあ、最近は結構、矢村選手とかも、出場機会を得てきて、で、まあ、僕自身、この選手ね、あんまり、まあ、知らなかったんですけど、まあ、谷口選手と同様、結構、まあ、裏抜けとかもできるっていう選手かなと思いまして、はい。で、特に栃木戦とかは、栃木結構守備良かったと思うんですよね、前から来てて。愛媛の時のね、愛媛の守備よりかは栃木の方がやりにくそうだったんですよね。しっかり前から、プレッシャーをかけてきてて、で、あんまりその藤原選手とか堀米選手が、
偽サイドバックで内側入っていくような動きは前半とかはあんまりなかったと思うんですけど、多分その意図としてはこう矢村選手右で使ってたと思うんですけど、矢村選手谷口選手がまあ裏抜けできる、なんで堀米選手とか藤原選手のところにサイドハーフ引きつけて、もうこれも分断ですよね。はい、谷口選手、山村選手めがけてロングボールで一気に相手を反転させてひっくり返して、でアルビレックスとしてはもうそこでサポートして一気に押し上げるっていう形がチームとしてあったと思う。まあそれが狙いかなっていう、まあ多分山村選手はもともとフォワードの選手かなと思うんで、まあ、星選手と同じような役割というよりは、山村選手がちょっと谷口選手と若干ツートップみたいな、ポジショニングを取るためにそういう、選手起用をしているのかなっていう感じはして、はい、逆に愛媛戦なんかは、ね、相手が引いて守ってくるタイプなんで星選手をワイドに置いてっていう、はい、まあ、そこの使い分けみたいなのもしっかりしてるのかなっていうのは思いまして、まあね、そんなところですかね。はい、アルビレックス新潟の、まあ、ビルドアップ、かなりその相手をしっかり意識して、はい、パターンの裏付けをもう本当に、理解して全員が動いてるなっていうのをとても感じましたね。とても、整理されてて面白いなと思いました。はい、で特に阿部選手も本当に足元あるし、あの低いキックが蹴れると思うんで、彼がね、低いボールで谷口選手とかのこう胸にしっかりつけるようなボールを蹴れるんで、まあ、そこで、谷口選手がしっかりキープできると。で、まあ、サポートも早いんでそんなに孤立もしないみたいな。うん、っていう、まあ、攻撃ができてるなと思います。はい、まあそんなところで、分析の、ね、解説としては、まあ、以上になるんですけど、はい、まあ、僕もね別にその全部試合を見てるわけじゃなくて、ね、数試合見てで言ってるんで、まあ、全然ねここ違うよとか、ね、ここはねこういう意図があるよとかねあったら、多分サポーターの皆さん全試合見てると思うんで、この辺も教えてもらえたらなと、はい、思います。で、アルビレックス本当に、まあ、面白いサッカーしてると思うんで、まあ、僕自身もねこれからもうちょっとね試合見ていこうかなと思うんで、まあ、ぜひ、まあ、アルビレックスのサポーターの方はチャンネル登録をして、まあ、コメントでねいろいろ、はい、まあ、議論をねしたいと思うんで、ぜひよろしくお願いしますといったところで、まあ、今日は一人でしたけど、はい、まあ、ここまでにして、また、まあ、次回以降ね3人で撮るのをお楽しみにといったところで、まあ、今日は、お別れとします。はい、皆さんね、ここまで聞いていただきありがとうございました。バイバイ。